今回は迷惑電話を自動でブロック、こちらの扉フォンを紹介いたします。それでは早速使ってみましょう。年々増え続けている詐欺被害、振り込め詐欺などご自宅の固定電話による被害が多いようです。電話機なども最近では詐欺対策機能付きの機種も出てきていますよね。でも新しい電話だと操作を覚えたり電話帳を登録するのが結構面倒だったりしますよね。さあそこでこちらの扉フォンがおすすめ。電話機につなぐだけで迷惑な番号の登録をしなくても自動で迷惑電話をブロックしてくれるんです。接続も本当に簡単。今お使いの電話線を扉フォンに差し替えます。付属の電話線を使って電話機と扉フォンをつなぎます。あとは電源をつなぐだけで OK。 何も操作しなくても接続した瞬間から迷惑電話を自動でブロックしてくれます。こちらの扉フォン、何がすごいかというと、この電話線を使って警察などの公的機関の迷惑電話情報を収集し蓄積していきます。そして扉システムの独自調査、さらに扉フォン利用者からの情報をもとに迷惑電話かどうかを判断してくれるんです。扉フォンなら様々な迷惑電話情報を収集していますので、迷惑電話がぐーっと少なくなると思いますよ。ご覧のように着信電話の安全度を本体の LED の色でお知らせしてくれます。迷惑電話と認識されつつある場合は黄色、扉フォン契約者全体で拒否登録されている場合は危険な赤で光ってお知らせ。この赤の場合に自動で着信を拒否してくれるんです。黄色の場合は自動拒否はしませんので十分にお気をつけください。また独自の電話番号登録も可能です。着信中にこの拒否ボタンを押せばその番号を拒否登録することもできます。利用料金のご案内です。1年目は販売価格に含まれます。2年目からはビッグカメラなら特別価格でご利用いただけます。またインターネット対応モデルもございます。インターネット対応モデルならイエローページに登録されている会社名や店舗名が表示されたり、パソコンやスマートフォンから電話番号の登録や編集ができるようになりますよ。さらにインターネット対応モデルなら扉フォンのボタンを押すとメールを送信するという機能も搭載されています。例えばお子様が帰ってきた時にボタンを押せば帰宅がわかるので安心ですよね。もちろんインターネット対応モデルもご覧の特別価格にてご利用いただけます。迷惑電話を自動でブロックできる扉フォン、ぜひこの機会にご検討お願いします。